3人組ロックバンドミセス、ブリーンアップル、大森元樹、ボスラッシュ GT、藤沢良花、キー、若井宏斗、GT がパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、スクール・オブ・ロック。ミセスロックス、5月27日、月曜日の放送では、乃木坂ロックス。のパーソナリティを務める乃木坂46の柿遥と井上和が登場。 5月21日、火曜日22日、水曜日に開催されたミセス。グリーンアップルの台湾ライブミセス。台湾ライブ2024、乃木坂46は5月21日、火曜日にゲスト出演の感想を語り合いました。この記事では、リスナーから寄せられた台湾ライブの感想を紹介します。写真を見る。 後列左から、乃木坂46井上和、柿春か前列左から、ミセス。グリーンアップル藤沢良香、大森元木、若井ひろと。リスナーからのメッセージ、楽しかった。ケセラセラ、前のグルカーに戸惑う人も多くて面白かったです。アスタリスク藤沢ぐるぐるカーテン、乃木坂46の楽曲、大森あれ、ちょっと間違えちゃって、本当は、 ケセラセラ、ミセスの楽曲に入るところを間違えてドラムがぐるぐるカーテンのイントロって。カキ、嬉しかったです。大森僕ぐるぐるカーテンがすごく好きでずっと聴いていて。今回やっちゃおうかって思いました。井上、ありがとうございます。番組では他にもカキと井上がミセスのライブを見た感想を語る場面もありました。東京 FM スクールオブロック。 ミセスロックス、2024年5月27日、月曜日放送より。